この動画では、キャップカットデスクトップ版の基本的な使い方、変身動画を作成する一連の流れについて解説していきます。こちらはキャップカットのホーム画面、起動してすぐの画面になります。まずここで一つ設定をしておきます。右上の歯車アイコンから設定を開きます。そして編集タブのフレームレート、こちらを 60fps にしておきます。フレームレートというのは1秒間に動画に使用する画像の枚数を表す単位。動画というのは画像の連続で構成されています。そちらの画像を1秒間に何枚使用するかというのがフレームレートの数値になります。より数値が大きい方が滑らかな動画になるということになります。一般的には30、60がよく使われます。もっと上の 120fps とかもあるんですが、キャップカットでは60が最大になります。こちらを60に設定して保存を押します。次にプロジェクトを作成します。こちらのプロジェクトを作成から新規プロジェクトを立ち上げます。プロジェクトを立ち上げたばかりの状態で、右上の詳細という箇所を見ていただくと、先ほど設定したフレームレートが 60fps になっているのがわかるかと思います。この状態で作業を進めていきます。こちらはですね、ここの修正するというボタンからもこのように編集することができます。フレームレートを変えたい場合はこちらを変更して保存を押します。次に動画ファイルのインポート方法。手順はいくつかありますが、ここでは直接タイムラインと呼ばれるこの場所に動画ファイルをインポートしていきます。このような動画ファイルをドラッグ、このように掴んでこちらのキャップカットのタイムラインにドロップします。すると動画ファイルがインポートされ、左上のインポートされたメディアの箇所にもこのように素材がインポートされます。こちらにインポートして、その次にタイムラインに配置するという方法もあります。基本的にはフォルダから直接このように配置してしまうのが一番早い方法となります。あとは、例えばタイムラインに何もない状態で、フォルダにある動画がすでに順番通りに並んでいる場合は、こちらをすべて選択して、このままドラッグ。そしてキャップカットのタイムラインにドロップすると、そのまま順番通りに配置してくれます。フォルダの時点で順番をですね、整備しておけば、一個ずつインポートしなくても一括で配置することができます。動画の順番の入れ替えに関しては、こちらの動画、これをクリップと呼ぶんですが、こちらをドラッグして好きな箇所にこのように入れ替えることができます。キャップカットのタイムラインは少し癖がありまして、こちらのカバーとついている、ここをメイントラックと呼びます。こちらの1行ですね。ここでは、このように自動的に間を詰めてくれます。こんな感じでですね。ただ、メイントラック以外、例えば上にトラックをもう一つ作ったとします。そこでは、間を自動的に埋めてくれる機能はありません。なので、このような感じで、自分で間を埋めていく作業が必要になります。この特性はメイントラックだけですね。またこちらにですね、メイントラックマグネットをオフにするというボタンがあります。こちらを押すとマグネットが機能しなくなります。すべてのトラックでマグネット、間を埋めてくれる機能がなくなります。おすすめとしては、こちらはオンにしておくのをおすすめします。メインは自動的に埋めてくれた方が便利な場合が多いです。続いてはテキストの配置について説明します。例えばこの動画、こんな感じで変身していって、変身が完了したところから名前と説明を表示させたいという場合、左上のテキストのタブからデフォルトテキストをドラッグしてタイムラインにドロップ。そしてこちらを動画の端から端までこのように伸ばします。今回は私がいつもやっている表示のさせ方で説明をしていきます。例えばこの妖怪の名前がこちらの黒板ケセランだったとして、こちらの文字をコピーして、ここですね、デフォルトテキストと入力されている部分に貼り付けます。そうするとこちらのプレビューでも文字が入れ替わりました。私はいつもですね、この整列という設定で名前は縦書きにしています。こちらの縦に線が入っているものが縦書きの設定。ここをクリックするとこのように文字が縦書きになります。そして任意の場所にこのように移動して、今回はこちらのプリセットスタイルというものを使います。例えばですね、黒文字に白枠を選ぶと、こんな感じで文字のスタイルが変更されます。大きさの調整に関しては、こちらの文字の端っこの丸ですね。こちらをドラッグ&ドロップでこのように大きくしたり小さくしたりすることができます。また、右側のフォントサイズのスライダーでもこのように文字を大きくしたり小さくしたりすることができます。
他にもスケールというものもありまして、こちらも大きさになります。このスライダーでも大きくしたり小さくしたりすることができます。こちらで直感的に操作したり、右側のパネルでこのように数値とかスライダーで調整したり、いくつかの設定方法があります。位置に関してもですね、数値で動かすこともできます。回転に関してはこちらの下の回転マーク、こちらで回転させたり、右側のパネルにも回転の設定があります。あとよく使うのは整列。例えばこの中央揃えだと中央に文字が自動的に整列されます。このような感じで各場所にですね、自動的に整列することができます。他にも不透明度とか、文字をちょっと薄くしたりできたり、斜体にしたり太字にしたりなどいろいろあります。テキストの配置で一つ注意点がありまして、 YouTube とか TikTok というのは右のあたりにいいねボタンとかコメントのボタンとかありますよね。ああいったものがあるので、このようにそこの UI に重ねちゃうとですね、文字が見えにくくなってしまいます。他にも下にはタイトルがあったりですね、しますので、文字は視認性のいい場所、このあたりだったら問題ないと思うんですが、セーフゾーンと呼ばれる UI がない場所ですね、に配置するようにしましょう。そちらのセーフゾーンの位置を分かりやすくするピング画像というのは講座内で配布しています。また文字の表示のさせ方ですが、こちらのアニメーションタブからですね、インとアウト、テキストの始まりと終わりですね、アニメーションを入れるようにしてください。例えばよく使うのはフェードインとフェードアウト。フェードインというのはゆっくりこのようにじわーっと表示させるのがフェードイン、そしてじわーっと消えていくのがフェードアウト。こういったものを入れずにやっちゃうとですね、いきなりバンとテキストが表示されて、いきなりバンと消えていくという感じになります。それがいい場合もありますが、こういった名前とかの場合はじわっと表示させた方がですね、良いかと思います。またこちらのですね、タイムラインを見ていただくとちょっと見えにくいんですが、ここに一つバーがあると思います。これがフェードインの時間ですね。フェードアウトの時間もこちらにあります。こちらの長さを変えるのはアニメーションタブのこちらのスライダーですね。何秒表示させるか、例えばこのフェードインを伸ばすとフェードイン時間が伸びます。フェードアウト時間を伸ばすとこんな感じでゆっくり消えていくようになります。こちらはだいたいですね、まあ 0.5、0.4 あたりで私はいつもやっています。後ほど説明しますが、動画と動画の間にトランジションというのを入れるので、それと被せるような形でやっています。そして次に説明ですね。説明を入れる場合、このあたりにいつも私は入れています。その場合はテキストをもう一つ追加していきます。左上のテキストタブからデフォルトテキストをドラッグ&ドロップ、そして長さを調整。今みたいなやり方と、もう一つこちらのテキストをコピーしてしまう方法があります。コピーの方法はオルトキーを押しながらクリップを上に移動させます。するとこのようにコピーができます。またこのクリップを選択してコントロール C を押してですね、貼り付けたい場所にコントロール V でも貼り付けることができます。コピーした場合はこちらの名前をこのように移動して設定していく必要があります。新しくデフォルトテキストから作成した場合はこのように横書きの文字から始まります。こちらの説明に関しても、この妖怪の説明ですね、最後まで打つと長くなっちゃうので、このあたりだけを使用していきます。コピーしてこちらの入力欄に貼り付け、するとこのようにですね、横がはみ出ているのがわかるかと思います。その際はこの入力欄で開業をしていきます。こんな感じで、で丸とかはいらないと思うんで、丸は消して、次は大きさを変えていきます。こんな感じで、これでとりあえずのテキストの配置は完了です。最後はフォントですね。フォントは何がいいのか、私はいつも名前に関してはこのセリフ太字というのを使っています。セリフ太字のさらに太字を入れるようにして、名前は特に見えやすくするようにしています。フォントを選ぶ際のポイントとして、とにかく見えやすいことが重要です。特にショート動画だと文字の表示時間も短くなりますので、見えにくいと何だったんだ今の文字はみたいな感じに見られちゃいますので、なるべく視認性の高いものを選ぶようにしましょう。そして説明文に関しては、私はいつもこのモノマニアックというのを使用しています。モノマニアックはこのようにひらがなが少し小さくなって横幅が狭くなるようなフォントになります。なのでショート動画というのは横幅が狭くなっていますので、なるべく多く文字を表示させたい場合に最適なフォントになります。モノマニアックの車体をいつも使っています。こちらの車体ですね。
こんな感じで車体にすることでスタイリッシュなフォントになります。そしてセーフゾーン、いいねボタンとかコメントボタンに被らないように配置をしたらテキストの配置は完了です。どちらもですね、アニメーションは入れておきましょう。アニメーションをコピーしたいという場合はですね、こちらのアニメーションがついている方をコピーしてペーストしたい方を右クリック、属性をペーストを選び、こちらからですねペーストしたいものを貼り付けます。今回だったらフェードインとフェードアウトですね。なので一回全部選択を解除してフェードインとフェードアウトを選択してペーストを押します。すると下のフェードインフェードアウトが上にも適用されました。これでテキストは完成です。続いては BGM の配置の方法になります。いくつか方法はありますが、まずキャップカットのオーディオを使う場合はこちらのオーディオタブを選択してフィルターマークから商用を選択、そして好きな BGM を選んでいきます。まずはですね、選択するとサンプルが流れます。で、気に入った場合はですね、このままドラッグ&ドロップで好きな位置に配置していきます。 BGM で重要なのは音量です。音量の確認方法はこちらプレビューの下にあるメーターマークをクリックしてタイムライン右側に表示される音量メーターから確認することができます。例えばこちらを再生するとこんな感じで音量の確認ができます。音量の基準に関してはマイナス6を目安にしてください。動画の性質にもよるんですが、こういった変身動画というのは動画本体に音声はありません。なので BGM で引き付けるというのもある程度重要になってきます。基準としてはマイナス6。ただ注意点としてこの0を超えてしまうとですね、音割れが発生しやすくなります。また耳障りの悪い音になってしまう可能性がありますので、必ずこの0は超えないようにだけ設定をしてください。こちらのタイムラインのこのオレンジ色の部分というのがですね、音量がマックスに近い状態、音量が0を超えそうですよという警告になります。ここで再生をしていくと0ギリギリの地点というのがあります。これがこのオレンジ色の表示の意味です。こちらのタイムライン、クリップをですねこのように広げることができます。各境界線ですね、こんな感じでクリップの幅を広げたりできますので、音量の確認等をする際はですね、こういった狭い幅で見るのではなくて、なるべく広げてこんな感じで見ると分かりやすいかなと思います。配置した BGM は動画ファイルより長いこともあります。この場合はですね、再生ヘッドを移動してこちらを縮めるか、または右側だけを削除のショートカットキーで削除することができます。今回ショートカットに関しては触れませんが、また別でショートカットはショートカット特化の動画を出したいと思います。こちらで端がきちんと揃っているのを確認します。そして BGM の最後にフェードアウトを入れるとですね、音楽が徐々に消えていくという演出を作ることができます。 BGM のクリップを選択して右上のパネル、こちらのフェードアウト、だいたい1ぐらいを目安に入れてあげましょう。こんな感じで音楽がですねだんだんと消えていく、ここのスライダーでもこんな感じで調整することができます。そしてもう一つ BGM の注意点として、冒頭の部分の音がない空間が長い BGM というのがあります。その際はきちんと間は潰してあげる。例えばこのような BGM ですね、再生してここまで音がない空間がある BGM がありますので、その際はこんな感じでですね、ちゃんと一番最初から音が鳴るようにしてあげてください。BGM はキャップカットのオーディオから追加する方法と、他にも著作権フリーのサイトからダウンロードした BGM を使うといった方法もあります。そちらのフリー BGM があるサイトはですね、概要欄にあるこちらの動画の要約記事の方に記載しておきます。また講座のテキストの方にも載せておきますのでご活用ください。これで動画ファイル、テキスト、BGM まで完成しました。こちらのテキストに関してはこのようにオルトキーを押しながらコピーしていくと作業の工数を減らすことができます。各テキスト中身を入れ替えるだけの場合ですね、これでベースが整いました。続いてはトランジションの追加になります。トランジションというのはこちらの動画のつなぎ目部分を滑らかにつないでくれる演出のことを指します。左上のトランジションを選択してこちらから好きなものを追加していきます。最初はミックスというトランジション、3つのスライスというトランジション、効果線ズーム、ぼやけトラバースあたりがおすすめになります。トランジションの追加方法はこちらをドラッグして各つなぎ目にドロップ、これでトランジションが適用されました。ミックスというのはこんな感じで
今分かりましたかね。ミックス、終わり部分と始まり部分をこのようにミックスさせながら切り替えていくっていうのがミックス、こんな感じですね。でこのトランジションも長さを変更することができます。トランジションを選択した状態で右上のパネルからこのスライダーを動かすとミックスする期間を長くすることができます。こんな感じで徐々に切り替わっていく。こちらのタイムラインでもこのように操作することができます。他にもこれは効果線ズーム、滑らかにズームして切り替わる、これもおすすめです。ぼやけトラバースというのはこのようにスライダーするトランジションになります。ちょっとぼやけながらスライダーしていく、これもよく使います。そして3つのスライス、これはですね結構見栄えが良くて3分割してこのように切り替えてくれる、こんな感じでスライスして切り替わるといった感じですね。他にもですねこんな感じで回転するものとかも使いやすかったり、こんな感じで光って変わるとか、いろんなものがありますのでぜひいろいろ試してみてください。そしてトランジション、同じものを全てに追加する方法もあります。一つのトランジションを選択した状態で右上のパネルのこちら全てに適用を押すと全てのつなぎ目に同じトランジションが追加されます。おすすめは全て同じトランジションではない方がいいかなと思ってます。このような変身動画の場合ですね、こう変身していく過程があって変身した後に動きがあるパターンだと、ここの間は例えば効果線ズーム、こう変身してきて動きに入る時に効果線ズーム、そして次の動画、全く違う変身過程に行く場合のここのつなぎ目に関しては、例えば3つのスライス、こんな感じで完全に変わりますよっていうのをアピールしたり、ぼやけトラバースでもいいですね。次に行きますよみたいな感じとか、回転とかですね。こんな感じで少し切り替わりを明確にしてあげるのがいいと思います。このように効果線でこう動きに入って、次の変身に行く際は回転で切り替わるとか、最初は2種類ぐらいでいいのではないかなと思いますね。トランジションを追加したらいよいよ完成です。ここから動画の書き出しを行っていきます。動画の書き出し方法は右上のエクスポート、こちらをクリックして各種設定をして最後にエクスポートを押すと書き出しが行われます。設定はこちら、解像度は 1080p、ビットレートはおすすめ、コーデックは H264、フォーマットは MP4、フレームレートは 60fps。 上の方で名前というのはファイル名ですね。あと次にエクスポート、こちらのフォルダアイコンから保存場所を指定できます。他はですね特に設定する箇所はないので、このままエクスポートを押してこちらの画面になれば書き出しが完了です。以上で AI 変身動画の基礎、一連の流れを説明しました。概要欄の方にですね、今回の動画の要約記事のリンクを貼っておきます。著作権フリーの BGM がダウンロードできるサイトなどですね、載せておきますので、ぜひご覧ください。現在私はこのような沖広 AI クリエイティブというスクールを運営しておりまして、皆さんをプロクリエイターにすべく様々なコンテンツを更新していっています。AI のクリエイティブを加速させる指示書の一覧であったり、 AI 変身動画講座、今回のようなキャップカットの基本的な使い方からプロ級の応用編とか、変身画像、動画、 YouTube のアップロード方法、 YouTube 攻略の方法なんかも更新しています。またあなただけに特化した AI 活用ということで、オーダーメイド指示書の作成サービスも行っております。興味がある方はこちらも概要欄のリンクよりホームページをご覧ください。今回の動画は以上になります。参考になったと思う方は高評価、質問がある方はコメント欄で質問をください。それではまた。